あれが帰ってくることはないと、そう確信があるあなたたち。瀬川だったものを見ると、その肉体は優に100歳を超えた老人のように変わり果てていました。はだけた彼の胸元には赤黒いあざがあり、そこから奇妙な蜘蛛の巣状の引きつれが覗いていました。不意に湖畔に大きな警笛が響きます。いつの間にか対岸のほとりに列車が止まり、駅が、線路が現れている。あの列車に乗り込めば元の世界に帰ることができるはずだと思うのですが、同時に地響きが起こります。湖の中央に大きな波紋が現れる。何か黒々とした巨大な影が浮かび上がってくる。金属が串に悲鳴を上げるような甲高い音が、それの鳴き声なんだと気づいた時には、邪神がそのおぞましい全貌を表していた。全身は無数の針で覆われ、金属質に光るぬめった楕円形の体は玉虫色に月光を弾く。なめくじめいて飛び出した目は確かにあなたたちを捉え、分厚い唇からはみ出した乱喰の牙が煙を上げてよだれが滴る。見上げるほどに巨大な邪神グラーキは津波のような飛沫を上げてあなたたちに迫ってくるだろう。ではまず3チェックです。全員もしこの光景警笛になっても外見ないっていう人がいるんだったら3チェックなしで大丈夫です。俺ろうそく食べようとしてるんで見ないです。まあでも脱出しようとしたら絶対見るよなあれ。成功してる。やったぜ。やばい。成功した方 1D10。 1D10? 失敗した方 2D10 です。 2D10。 ただもうすでに発狂してるので追加でみたいなのはないです。よかったよかった。12です。やばいやばい。出てくる怪物がエグすぎて一気に持ってかれるね。リューキングと CPU はまずアイディアロールを振ってください。お、失敗ということは強しない。成功。成功するとダメなんだよね確かアイディアは。でもよく考えてください。フルフルさんロボットですよ。発狂するんですか。システムエラーってことかもしれないですね。そうねエラー内容を決めないといけないですね。そうね。ロボットに産地はあるんですか。あります。なるほど。CPU はとても優秀な、もうほぼ人間とウリ2つなね、ロボットなんでね、心があるはずなんで。なるほどね。リューキングの産地が全体の5分の1は削れてるので 1D10 は1回必要かもしれないです。8なので、短期間で死に滅裂なこと言ったりとか、妄想にふけってしまったり、常軌を逸した振る舞いをしたり、幻覚見たりとかで、結構割と幅が広いので好きな内容を決めてもらって大丈夫です。待てよ、普段の俺だ。最強や。だからマジでもうこれ今ほんとやばい状況だから、一旦みんなトイレに行って、でそこですっきりした後に一旦ご飯を食べよう。そしたらいつか電車が来てくれると思うから。でも行ったらもうどうするかいいか分かんない。トイレットペーパー食べたい。トイレットペーパー食べたい。あそこに口裂け女がいる。あそこに口裂け女がいる。トイレットペーパー食べたい。トイレットペーパー食べたい。アンジョしっかりしろ。あー食べたい。分かってる。歪んでるアンジョ。CPU も食べれそうだな。いや俺ダメだな。 CPU さん 1D10 ってもらってもいいですか。本命あるいは緊張症なので、退治みたいな体勢取っちゃうか、物事を忘れるか、もしくは自発的に行動できないかみたいな。喋った単語は忘れる。うん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 、いいかもしれない。アンジョ大丈夫。あれアンジョ大丈夫。うわ食べたい。あれアンジョ大丈夫。あれアンジョ大丈夫。アンジョ大丈夫。大丈夫だよ、草食べてるだけだからさ。もうこいつら頭おかしいな。だから一旦ご飯を食べてさ落ち着こうよ。あこいつ頭おかしいな。もう早くご飯食べようよ。全員発狂してるやんこれ。大丈夫かな。リューキングだ。リューキングだ。あれリューキング大丈夫。もうご飯はいつ。ご飯はいつ。あれ松尾だ。大丈夫かこれ本当に。大丈夫かこれ本当に。というところで一つルールを説明させていただきます。邪神グラーキからの逃走です。計4フェーズからなるフェーズを全て乗り越えることができればあなたは生還することができます。ちなみにフェーズ1から3は判定に失敗しても次のフェーズに進むことができます。ただしダメージや何かするのペナルティが発生します。そして最後のフェーズ4はクリアした時点であなたたちはこの悪夢から逃れることができます。ではフェーズ1始めていきたいんですがいかがでしょう。何が起こるんだろう今から。とりあえずやってみよう。やってみましょうか。うんうん。ではまずフェーズ1、邪神の先触れ。
湖水の津波があなたたちに襲いかかる。水泳もしくは跳躍などのロールに成功すると津波をかわすことができ、失敗した場合は足を取られて引き波にさらわれます。うわあ、なるほどね。やば。俺がさっきベッドで水泳してたのはこの伏線だったのか。俺跳躍持ってるわ。ダメだ、両方25だ俺。やった。あいつがいけるってことは俺もいけんな。よし。ああ。助けてくれー。おい。あいつがいけるってことは俺もいけるな。え？マジか。アンジョ、僕も行くわ。頼むぞ。CPU マジで。はい。うわあ。おーい。俺以外全員。足さらわれた人は 1D3 体力減ります。にまずいな。大丈夫か。やっぱ水は嫌いだ。だよな。これ応急手当とか今でもやってる暇なくね。ないか。逃げた方がよくね。オッケー、逃げるしかねえ。ではフェーズ2に移行します。今更だけどあのチェストの中身気になる。わかる。確かに何だったんだろう。開けようないもんな。あれセガーのポケットから出すぐらいしかなかったよね多分。この危機的状況から少し脳が現実逃避したかもしれない。チェストの中身などを気にしながら3メートルを超す巨体が無数の針で地面に大穴をうがちながら迫ってくる。自分の力でかわし受け流さなければならない。回避もしくは受け流しに成功するとこの峠をかわすことができます。いける。え、マジ ?70% 失敗したんやけど。こんな攻撃はただことじゃない。ナイス。ふっ。おお奇跡。1クリだ。回避。いけ。あーやばいやばいやばい。リューキング迫ってくるトゲに対してなぜか完璧にかわし方を把握しており完全にかわす指示をすることに成功します。みんなそことそことそこ行って。はいはいはい。オッケーオッケー。こっちと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 そっち。ここか。うん、そこ。よし、行けた。お前さ主人公じゃん。いやなんか急に来た。リューキングすごナイスすぎるマジで。おい、セガも早く来いよ。セガ死んでる。頭おかしなっとるわ。セガいないっすよ、先輩。セガいるって、そこに。いないっすよ。急げって、セガは。ほっとくか、一旦。セガの見学を見ながら、主人公バリのリューキングさんのおかげで、なんとかかわすことが。待って、僕の隣誰だ。あ、アンジョか。おお、俺だよ。忘れるな、もう。あ、アンジョか。おかしい。ロボットなのにモロに食らってんだよな。では、次のフェーズ。フェーズ3。伸び上がった邪神がその巨大な胴体で全員を押しつぶそうとする。誰かが隊列を外れておとりとなり足止めしなくてはならない。すべての探索者はデックス ×5 や左右 ×5 などロールなどの判定を行い、合計であんたちの人数マイナス1回成功すれば、陽動して押しつぶし攻撃を空振りすることができたことにします。ここは割と自由度高いんで、デックスとかサイズだけじゃなくても大丈夫です。なんか例えば、頭脳系のイントとかにするんだったら、その倒れてくるのに対して、この位置にいれば当たらないとか、こう考えたらこうみたいなので、こう避けたみたいな感じでこじつけてもらっても大丈夫ですし、これはもう高いやつにこじつけてもらって大丈夫です。オッケーオッケー。高い数値って何すかみんな。EDU。俺は STR なんで、力でねじ伏せます。カジバのバカ力。お、成功。おお。成功。ナイス。 CPU は高性能ハッキングプログラムによりかわすことが成功した。よし。僕は木を掴んで引っ張る要領で思いっきりダッシュして避けたって感じ。いいですね。 OK です。人数マイナス1回成功すれば OK なのでこの時点で成功は確定。ナイスナイス。ただおとりになった人を1人決めないといけないんですけど誰にします。うわおとりか。おとりになった人もフェーズ4までいけます。でもこのおとりって結構キーだよね。どうする。私が行きましょう。ジュドさんありがとうございます。こいつ。ジュドさん待ってください。おい、アンジョ、お前まさか。ありがとうございます。なんだよこいつ。しょうがね、みんな逃げるんだ。そんな無理ですよ。もう逃げていたのであった。あとで絶対合流してくださいよ。 CPU も急ぐんだ。ごめんね、また後で。ああ、後で戻ってくるからうまい飯食わせてくれ。うん。邪神の巨体が地面に降り落ち凄まじい地鳴りが響く。飛び散った土や小石が土砂崩れのようにあなたたちの背を襲う。ただしあなたたちは重装のおとりになるというこの陽動作戦が見事成功したことにより誰も怪我をすることはありませんでした。列車までの距離はあと少しです。俺だけ助ければいい。俺だ
最低ねえぞ俺。おい最低やこいつマジで。 CPU どう思う？あ、これ誰だ？あ、アンジョか。おい、アンジョだ。そうだった、まだバカだ。では、フェーズ4、列車は今にも発車する。車掌が座針を確認し発車指示を出している。跳躍もしくはデックスかける5のロールなどに成功した方は扉が閉まる前に列車に飛び乗ることができます。そしておとりになった方、これ2回挑戦できます。え、どういうことだ。間に合うか、行け俺の足。やばい、飛ぶぞ俺。トゥフォー。俺も行きますか。リュウキング頑張れ頑張れ頑張る。トゥイヤー、決定的助かればいいいいいい。一番嫌なんですが。おい最悪だ、あいつなんかすげえこと言ってるぞ、ジャンプしながら。みんな急げ。お、待って、これさ2人つかめるよね。多分つかめますね。2人スペシャルはなかなかなくない？なかなかないですね。最後列車に飛び乗ろうとしている最中に安城などと CPU が体勢を崩したところを、リュウキング、松岡、十三が共に一人ずつ助けて列車に間に合うことができるという素晴らしい描写です。俺だけ助かれば、いや、まあ、やっぱこいつも言っとくか。はい、来い。ありがとう、捕まれ松尾。ありがとう、助かったよ CPU。 本当に強いのはギャングでも何でもなく白市民なのかもな。そうだね、早く出発しろ。そんなことより俺は来てつかないんだ。もう助かったお前返しにしてねえよ。いいやつだったのに。出発してくれ。分厚い唇からよだれを垂らし、乱高の牙を無数の針を振り乱し、迫ってくる邪神から逃れ、列車は猛スピードで走り出す。ぐんぐんと遠ざかる湖のきらめきとおぞましい巨大な怪物の姿は、見た者の脳裏に生涯残り続けるだろう。どれほどの時間を過ごしただろう。しばらく列車が走り、あなたたちは正気を取り戻す。ふかふかと柔らかな座席に腰を下ろし、ようやく一心地つくことができるだろう。極度の精神疲労と筋肉の痛み、規則的な列車の揺れを感じているうち、だんだんと意識がまどろみの中に溶けていく。目覚めるとあなたたちはまだ列車に揺られていた。周囲にはサラリーマンらしい乗客がひしめいている。無機質のアナウンスが流れ、列車がゆっくり減速する。たどり着いた駅は、湖畔に佇む別荘があるあの駅ではなく、都心のターミナル駅だ。それからあなたたちがあの湖畔の夢を見ることは二度となかった。一体どれほどの数の人間があの別荘を訪れたのだろう。昨晩見た夢は、今夜見る夢は、誰かに呼ばれたのではないかと。一体誰が言えるのだろう。クチル不信は TRPG 湖畔、あるいは夢の旅集エンド A、 無事全軍生還でクリアでございます。おめでとうございます。おわー、おー、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。これあれだね、2人がスペシャル出さんかったら、あれどうなっちゃうんだろうね最後。あ、ちょっと僕死んだのか。救済措置は一応入れれるんですけど、それが必要ないデメだったんで、めっちゃかっこよくなりましたね。おー、うん、チェストの中身は何だったんですか。今回の邪神がグラーチってやつなんですけど、はいはいはい、うん、そいつの目視録が入ってます。目視録っていうのは、これ読むとグラーチとかのことにめちゃくちゃ詳しくなっちゃうんで、クチルフ神話技能が10増えて3値減ります。なるほど。セガは最初からおかしかったのか、途中からおかしくなったのか。セガはね、今ね、夢の世界の住人なんですよ。はい、あ、クラーティの部下なんですけど、現実世界の肉体は、まあ、あの終わり迎えてて、精神の身が夢の世界に逃げ延びてて。ああ、そういうことか。でこう夢の世界でグラーティが居座る湖に、セガが死ぬきっかけになった宇宙からの井戸って呼ばれる神話生物がいるんですけど、そいつが住み着いちゃって、そいつが邪魔でグラーティ出てこれないみたいな状況になったんで、あー、なるほど、早くこいつどっかにやらにゃあかんっていうので、宇宙からの井戸っていうやつに人間をおびき寄せて餌にして食わしてたんですよ。何も食われてるってことですか。そうですね、何も食われてます。で俺らがもうあとちょっとの時に来てボコボコにした、そうラストワンだったんですけど。かわいそう、かわいそう。ラストワンのメンバーが強すぎて、うん、4人も一気に呼んじゃったらこうなるわな。安堵したっていうのは、そこは湖から離れてるから安堵したってことですか。高台のところですか。そうですね、湖から離れれば離れるほど最初にいた宇宙からの色っていうやつの影響が弱まるらしいんですよ。
あいつは夜活発になるんですけど、夜活発になるとろうそくの火とか囲ってるあの隠し部屋にセガがいたじゃないですか、うん、あそこにいないと生命力吸われるんですよ。だからあいつあそこにいたんだ。そうです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 。っていうのが、あの高台の上はかなり距離が離れるんでちょっと弱まるんで、ちょっと安堵感を覚えるみたいな感じです。じゃああそこで鍵開けできてなかったら、あのまんまずっと放置されて死んじゃってたかもしれないってこと？そうです。え、すげえ。じゃあもうプリッツの鍵開け完全にハマったな今回は。で一応さ、これ連動してるからさ、こっちで死んだからさ、ストグラの方もロストしなきゃいけないからさちょっと危なかったか、マジで危なかったマジであ、死んだと思ったもん。ちなみに僕がおとりになったはずなのになぜか最後2回できたのはあれなんですか？あれはこれ多分シナリオ作者さんの温情だと思うんですけど、おとり買って出るような人には報われてほしいみたいな、多分重いからみたいな感じだと思いますけどそういうことあ、そういうことね。このキャラロストしたらもう使えないんだけど、別のシナリオもこのキャラでいけるのよ。なんか一応レベルアップみたいにするから能力上がったりして。あー、続くんだ。そうそう、この CPU でまたシナリオ何個もやって強くしていくとかもできる。待って、じゃあさっき僕死んだらもう CPU 無理だった。あ、そうそうそう、無理だった初めて出てもう死んだか。そうそうそう、このメンツでできてよかった。めっちゃ楽しかった。またやりたいです。またやろう。うん、呼んでおくれ、ぜひとも。またやろう。